19年ぶりの決勝トトーナメント進出を果たしたしバレーボール男子代表は3日、強豪ブラジルとの準々決勝を戦った。キャプテン石川祐希の強烈サーブなど、見せ場は作ったものの、リオ五輪王者の前に敗れ、45年ぶりの4、今日入りを逃した、元バレーボール女子日本代表で、解説者としても活躍する、加の舞子氏に今大会を総括してもらった。もっと見ていたかった。 まさにこの言葉に尽きる試合でした。バレーボール男子、準々決勝。0、3のストレート負け。世界王者のブラジルは強かった。ここぞというところで点を取り切る力はさすがで、この力も組織力も圧倒的に日本を上回っていました。西田裕二選手の渾身のスパイクをファインレシーブしてセッターにピタッと返す。そもそも、 その一に選手がいること自体が素晴らしいことなのですが、それに加えてあのレシーブ力、まさに圧巻の一言でした。そんな最強王者ブラジルとの一戦、過去の対戦を思い出すと、競り合う場面はあったとしても、終盤に差し掛かるとつい、やっぱり無理だったかと思うことが何度もありました。でも、今回の準々決勝は違った。ブラジル相手に日本代表の選手たちは、 最後の最後まで選手が諦めていないことが伝わった。そして、まだ追いつけるのではないかという期待感がありました。石川祐希のサービスエース。象徴的だったのが、第3セットの最後、石川祐希選手のサーブです。劣勢を跳ね返し、このセットを取り返して勝つためにはサーブで攻めなければ、ならない。石川選手のサーブはまさにそんな気迫のこもった、素晴らしいサーブでした。 しかも一本だけでなく、何本も打ち続け、二本のサービスエースをもぎ取る強さがありました。6点差から19、22まで追い上げた日本、石川選手のサーブに対して、ブラジルはリカルドルカレリー・ソーザ選手に変えて、レシーバーとしてマウリシオ・ボルゲス選手を投入。この点差なら逃げ切れるではなく、確実に次の1点を取って勝利するための手を打った。つまり、 今の日本ならばひっくり返される可能性もあるかもしれないと思わせたということです。試合後、石川選手は涙を流していました。そして、インタビューの第一声は、とにかく悔しいです。相手がブラジルでも本気で勝ちに行った。だからこそ、溢れ出た言葉と涙なのではないでしょうか。何より、素晴らしかったのは、石川選手が続けて発した言葉です。最高のチームだったと思います。 今回負けてしまいましたが、今、僕たちの持っているものは全てこのコートに出すことができたのかなと思います。この五輪に臨むにあたり、石川選手は大会が開催されることへの感謝を述べていました。アスリートとしてとても幸せなことだからこそ、恩返しの大会にしたい。その一番の恩返しは勝利。それ以上に、やってきたことを出し切るということです。 だからこそ、あの涙は後悔の涙ではなく、世界の壁は、まだまだ熱いと感じた、悔しさや、まだまだもっと強くなる、という決意の涙だったのではないかと思うのです。目標としていた予選リーグ突破を果たし、ベスト8進出を果たした日本代表。その結果以上に、ブラジルやポーランドという世界の強豪に対しても、この5年で積み重ねてきたものを発揮し、見ていて楽しい、ワクワクする、 バレーボールを見せてくれました。正直に言うと、期待をはるかに上回る、内容、結果だったと思います。それぞれが、自分の役割に徹し、たとえそれが100%うまくいかなかったとしても、最低限ここは果たす、という姿勢が常に見られた。たとえミスが出たとしても、消極的なものではなく、意図が見えるミスが多かったのも印象に残ります。相手のワンサイドゲームになることもない。 間違いなく成長した日本男子バレーを多くの方々に見せる機会になりました。とはいえ、もちろんここで満足する選手は誰もいないはずです。ブラジルは強かった。日本も頑張った。ではなく、ここからさらに上へ上がっていくためにはどうすべきか。ブラジル戦にはそのヒントも多く含まれていました。例えば攻撃面。ブラジルの攻撃はミドルや、そこから少し位置をずらしたバックアタック。 前衛アウトサイドヒッターの攻撃などがバランスよく配分されていたのに対し、日本は石川選手と西田選手に偏っていました。サーブレシーブの負担が大きかった高橋愛選手がこれまでの試合より攻撃参加できなかったことや、世界一というべきブラジルのミドルブロッカーに対してミドルからの攻撃が通らなかったことも出すが、減ってしまった原因かもしれません。 セッター関田誠大選手が何とかそれを使おうとする姿勢は見られましたがやはりブラジルのブロックは脅威でした攻撃が偏ったことで相手からすればブロックがマークしやすく集まったところで仕留められる場面も目立ちました特に第2セット日本が1714と3点をリードした状況から連続失点した場面はまさにブラジルが思い描くパターンにはめ込まれてしまいましたそして 日本の武器であるはずのサービもリベロにレシーブされてしまい、好き勝手に攻撃される場面もありました。ブロックを避けようとしたスパイクミスも勝負所で出てしまい、ブラジルはその隙を逃がさず、一気についていきました。この力でも、組織力でもブラジルは圧倒的に上。これが世界王者か、と納得させられる強さ。日本もこの先、オリンピックでメダルを取ること。 世界一を目指すならば、絶対に超えなければならない壁でもあります。ただ、これまでは完全に勝てない相手として見上げていましたが、東京ホリンで男子バレー、日本代表が見せた戦いは、課題も含めて、これからの未来につながる希望になりました。出場した選手は、この悔しさを忘れず、スパイク、サーブ、ブロック、レシーブ、トス、すべてのプレーの精度を高め、 技術を上げなければならないと取り組んでいくはずです。まだ若い選手も多く、3年後のパリ五輪を目指すメンバーばかりだと思いますが、東京五輪で競合国とこれだけ戦えるチームになったからこそ、組織としても本気で強くならなければならない。それは代表選手だけでなく、バレーボール界としての課題でもあります。アンダーカテゴリーの育成や強化が一貫している海外に対し、日本は 学校単位で強化がなされているので、つながりがない。もちろん、今まで気づいてきたものは素晴らしいことに変わりありませんが、大きく変わり始めた日本男子バレーのように、バレーボール界全体としても、改革に着手する。指導も普及も、世界を基準に、新たな取り組みにも、積極的にチャレンジしていくべきではないでしょうか。世界のトップ、イタリアセリエ A で戦う石川選手という存在が、 中心にいて、選手たちに石川イズムが浸透し、みんなが高いレベルで目標を描くようになった。だからあれだけワクワクさせるような、素晴らしい試合をしても、満足ではなく、悔しいとなるわけです。王者ブラジルとの戦いで、日本の現在地が分かった。だからこそこの悔しさと、これからにつながるプランを明確に打ち出す必要がある。もっともっと強い日本代表が見たい、そう願うばかりです。